私、オーダーメイド枕を作ったの。ずっと話したかった。ずっと話したくてさ、すごいいいの、オーダーメイド枕。あいつはすごいよ。あのね、本当に枕ってすごい大切なんだと思って、私枕にちょっとややうるさいのね。なんか、まあ、寝るんだけど、結果。寝るんだけど、なんかこう、あ、なんかこれ嫌だな、みたいなのですぐ変えちゃって、で、そのオーダーメイド枕を使うまでは、あの空丸さんからもらったさ、空丸のマークを潰して枕にしてたのね、タオル巻いて。あれすごい気持ちよくて、でもさすがに顔が潰れてきちゃって、空丸のマークが。なんかこれクッションだから枕買おうと思って、オーダーメイドちょっといいの使っちゃおうかなって思って行ったら、もう最高。私は後頭部が綺麗なんだって褒められちゃったの、店員さんに。なんか頭を押し付けて、自分の頭の丸みとかを形取ってくれて、で、私は首と頭がもう一直線のストレートネックタイプらしくて、だからなんかあんまり高さのあるものにすると首が疲れちゃうので、あんま高低差のないやつでとかで、一番柔らかい綿とかの素材を入れてもらって作って、で、出来上がったサンプルで10分お休みくださいって言って、もう白目向いて寝ちゃった超恥ずかしくて、もう、なんか、ねえ、もう嫌だと思って、そういうところだよね。もっとなんか、おしとやかになんなきゃ、ほんといびきとか書いてなくてよかったけど、もう気持ちよすぎて、即寝ちゃったの。あ、もうすごい気持ちよいですよ、みたいな。ああ、すごい。でも、なんか、寝ること大好きだから、今後、なんだろう、その枕が自分のベッドに来てからは、もう早く寝たくて仕方なくて、最近は早寝早起きにハマっているという近況でした。いつもご視聴ありがとうございます。別のチャンネルでも、声優さんの面白エピソードを毎日上げてます。リンクは下の説明欄にあります。気持ちよすぎて、即寝ちゃったの。あ、もうすごい気持ちよいですよ、みたいな。あー、すごい。でも、なんか、寝ること大好きだから、今後、なんだろう、その枕が自分のベッドに来てからは、もう早く寝たくて仕方なくて、最近は早寝早起きにハマっているという近況でした。いつもご視聴ありがとう。私、オーダーメイド枕を作ったの。ずっと話したかった。ずっと話したくてさ、すごいいいの、オーダーメイド枕。あいつはすごいよ。あのね、本当に枕ってすごい大切なんだと思って、私枕にちょっとややうるさいのね。なんか、まあ、寝るんだけど、結果。寝るんだけど、なんかこう、あ、なんかこれ嫌だな、みたいなのですぐ変えちゃって、で、そのオーダーメイド枕を使うまでは、あの空丸さんからもらったさ、空丸のマークを潰して枕にしてたのね、タオル巻いて。あれすごい気持ちよくて、でもさすがに顔が潰れてきちゃって、空丸のマークが。なんかこれクッションだから枕買おうと思って、オーダーメイドちょっといいの使っちゃおうかなって思って行ったら、もう差のないやつでとかで、一番柔らかい綿とかの素材を入れてもらって作って、で、出来上がったサンプルで10分お休みくださいって言って、もう白目向いて寝ちゃった超恥ずかしくて、もうなんかね、もう嫌だと思って、そういうところだよね。もっとなんかおしとやかになんなきゃ、ほんといびきとか書いてなくてよかったけど、もう最高。私は後頭部が綺麗なんだって褒められちゃったの、店員さんに。なんか頭を押し付けて、自分の頭の丸みとかを形取ってくれて、で、私は首と頭がもう一直線のストレートネックタイプらしくて、だからなんかあんまり高さのあるものにすると首が疲れちゃうので、あんま固定